赤道近くの南半球の国パプアニューギニアで大規模な火山の噴火が起きました。気象庁はこの噴火による日本への影響を調べています。気象庁によりますと、日本時間の8日午後6時50分ごろ、パプアニューギニアにあるマナム火山で大規模な噴火が発生したということです。 この噴火による日本への影響は現時点では不明で通常とは異なる津波が発生した場合に日本への到達予想時刻は調査中となっています。気象庁は今後の情報に注意してほしいとしててほいいとます。